はい、こっちですね、リーグ戦4人総当たりリーグ戦の、2試合先制キャラ変更ありで、最初じゃんけんして席決めを決めてもらいます。で席決めた後に、最初のキャラクターを何を使うかを私に申告してください。で、そのキャラで、対戦してもらいまして、負けた人は、キャラ変更 OK です。で、キャラ変更してもいいししなくてもいいし、いつものルールです。そんな感じでやっていきたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。このメンツだとなんかいつもの流れになりそうな感じはするんですけどね、一応救済措置を兼ねて一応こういうルールを、今日はね、作らせていただきましたので、ぜひご活用のほどしてもしなくてもいいですけど、いいんで、悔いの残んないように、ね、大会の方挑んでください。はい、ではね、まもなく開始になります。もうしばらくお待ちください。はい、それではただいまより、2019年11月30日仙台プレイランド FR スーパーストリートファイター 2X 11月の月例大会の方を始めていきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、本日は参加人数4名、店員含む4名による総当たりリーグ戦となります。はい、では2試合先制キャラ変更ありのルールとなりますんで、よろしくお願いいたします。では上から順番にやっていきましょう。最初の試合、ユッキー対ベンダ、はい、名物対決ですね。はい、じゃあキャラ変更、最初のキャラいきますんで、座ってお待ちください。座ってて大丈夫です。はい、ではどうぞよろしくお願いいたします。 1P ベンダー、 2P ユッキー、さあ XDJ 対、ホンダという最初の組み合わせ、これですね。よろしくお願いいたします。さあこの組み合わせもやっぱ飛び道具持ってるってだけで、DJ 側にね分があるはずなんで、さあただ踏まれた瞬間とかいろいろですね。さあうまい、しゃがみ中 P でしょうか、タッチだけ。さあそこから大いちょう、まずはベンダで本田が一本選手近寄ってしまえば、まあかなり有利になります。ジャンプショー P 出っ歯だからね、強いですね。さあ立ち台系でダウンが取れる。さあ読み合い、ここはジャックナイフ、そしてもう1回サバ折りを2回決めつつ、あっともう1回、これはきつい。さあまずはベンダホンダが1勝。さあユッキーさんはキャラ変更権利があります。さあ何を使うか、そのまま XDJ。 さあ今日は XDJ の気分なのか。さあ2ラウンド2試合目、100カウントし100列で割っていく、発生が早い、ジャンプ中継。さあ端に追い込む。さあ DJ はやっぱりためキャラということもあり、どうしても後ろに下がる傾向がある、これは仕方がないということ。うっとジャンプ中継から100列。さあ DJ の方が分があると言ったんですが、この画面を見ている限りでホンダの方が有利に見えます。しかしどうなのか、ジャンプだけうまい、頭突き100カウントし、これはさすがにと後ろに投げてスペースを確保、スラー確保、スラーでダウン取ってから100列張りて、さあスペースを広く使っていく相打ち。さあこうなるのが大体いつもの流れですが、ここはうまい、しっかり割り込んでいく。さあこうなるとね、やはりホンダはきつい、100カウントし、さあ危ない、どうだこれ、どうなるんだ、
やっとさ、リバース最速投げですね。さあ取り返したユッキー DJ、 ジャブショー P。 さあこの辺やり込みですね、完全にスラが対空になる。さあこれは DJ ならでは、終わり際結構ね、あの上に判定出るんで対空になります。100カ落とし、タメが完成してないと。さあここは一発だけでした。鬼武装からの頭突きが入って、さあ釣っていった。コパンを一回振って百列張り手を誘った上で、あれですね、スパコンを出させて最後は好きに KO ということで、最初の試合はベンダさんが勝利となります。さあ続きましては領事ホンダ、ホンダと決まってないですねこれ、まあホンダじゃないかもしれない、龍かもしれないですしね。さあじゃあ先にキャラアニメということで、はい、 1P が領事さんですね、で 2P が始末屋さんということで、キャラはもう決まってますかね領事さん。はい、じゃあ先に、始末屋さんがいるけれどもいないところで聞きますかね。じゃあはい、決まりました。始末屋さんはリアクションで分かりましたね。ザンギーですかね違いますね、リュウですね領事さんはホンダということで、さあこれもいつもの F1 で見られる組み合わせ、ということでね、開幕はおとなしい。さあ警戒しているところ、頭突きが刺さる。ここからどう捕まえていくかだが、おうまい、足払いがうまいですね。おお、なんとジャンプの出がかりに百列が引っかかって、今のところ完全利用時ペース。あ、ここの投げ決まったのが痛いが、だいぶ体力は領事ホンダが取っております。ただここからがですね、なかなか取るのが難しい。一発じゃ死なないかな、二発。あ、そうしてる間に体力が追いついてしまって、真空がケツぐらいに当たってしまって惜しい。一本目は始末屋龍ですね。二ラウンド目、開幕は台足に読んでいたかな、ファイヤーが当たって焦がされてしまうと。さあここ2発はでかい。おお、謎のジャンプショーキックが始末屋キック出たけれども、さあ再度膝に、端に追っかける、膝からどんどんラッシュかける。さあもうゼロドットになってしまった。最後はジャンプ台系が竜の飛びによくわからない刺さり方をしましたが取り返すと。今の流れは良かったですね、用事本田的には。さあどんどん前に近づいていくジャンプ台系が、これ S ホンダはかなり判定が強いのでですね、 X ホンダだと思ってやるとリュウもなかなか返せないと。対空ファイヤーがきつい。さあ真空もたまるし、あーここで大頭突きにちゃんとこれ大勝利仕込んでるんですね。というわけで1セット目は始末屋さんが選手。さあここで領事さんはキャラ変更の権利があるけれども、キャラは変更しないと。今のところ誰も変更してないですね、あくまでそんなでいくということで。頭突き、張り手にしゃがみ中パンチを当てたりしていたが、そうこう言っている間に端に追い詰めてしまった。一回追い返されましたね。さあしゃがんでるところにサバ折りでリバサ、強引だけれどもちゃんとリバサが出ると、俺は出せるぞと。これで追い返して体力は5分だが、さあエソンダも追い詰めてるので悪くはない。今度はお食らっちゃった、張り手あと一発。ここからが簡単ではないんだが、投げた、今日歩き投げ冴えてますね。なかなかやっぱりこればっかりやるとまたバレてしまうんでしょうけれども、きちんとしゃがみ中パンで多分龍はホンダの張り手だとかを牽制するんでしょうけど、そこを投げに行くと。あーここは痛い。お、ケツが方向見えない。さあまたこの追い詰めた、何度も見られるこの展開。しかし大足で龍が追っ払って、ここからはおお、ジャンプ台系にこれ龍の遠距離タッチ中キックですね。 X ホンダだと負けるんですけれども、 S ホンダだと大キックが勝つというやつですかね。しかし体力的にはわずかに追わなかった龍二ホンダ。さあこれで始末屋龍がリーチをかけた。今度は
端に酔っ払って遠距離だが、お、3段からの投げ、かなり、おっと、ここで体力が、はい、投げた、ドンピシャでしたね。ちょうど真空を打つタイミングでドンピシャで飛んでいたので、まあ、ここは投げてもいいし、ジャンプ台系でも派手だというところですかね。ということで、なんとか両次さんが1セット取り返して、これで 1-1 の五分に戻る。さて、始末屋龍もキャラは変えず、相変わらず龍ということですね。3セット目の1ラウンド、ここは今のところ始末屋龍が追い詰めているが、おお、ジャンプ台系、これが減りますね。なかなかエッソンダってこうジャンプ台系からつながるところがないのが厳しいところですけれども、ダメージがでかい、ここは悪くないですね。ちょっと島津屋龍、これ鳥の対処が甘くなってるのかと思ったら、今度はちゃんと大昇龍が刺さった。1本目は島津屋龍で、これでサイドリーチですね。とりあえずバックジャンプで、こう対空のファイヤーハード。さあ、ここで波動が使ってまた食らってしまって、一気に体力が半分以上持っていかれる。灼熱も2発食らって、今度は飛んだところに多分処理を出そうとしたんだけれども、なんか出なかったぞ。そこに殿下の方と大キックが刺さって、これでお互いリーチですね。このラウンドを取った方が勝者となります。足払いガード、ナイス、ここは我慢した。そう、一気に半分以上減る、この火力、これはエスホンダの魅力ですね。ちゃんと飛びはゴッツアンで落とすと、ゴッツアンで落としやすいのがエスホンダのいいところですね。再度端に追い詰められてしまって、ここからどうするかだな。さあ、さっきみたいに飛びを、お、ナイスガード、謎のジャンプダイパン、あと一発、投げる、まだ死なない、投げる、執念の投げ、まさかここで投げが2回来るとは思わなかったか。いや、今日は歩き投げが冴えてましたね。真空を用意してたみたいだけれども、真空のボタンを押す、多分わずか 0.1 周年前に4次本田の投げが決まった。いや、強気で前に行ったのが良かったですね。じゃあ負け抜けで、あ、負けた人勝った人同士でやりましょう、で、ベンダさんと私やりましょう。そして喋る人はいない。誰か喋れる人いますでしょうか。誰か喋る人いないかな。ガチのガチのシーンとしたやつ。じゃあシーンとしたやつやりましょう。はい、じゃあどっち行きますか。じゃあ涼次さん、僕らのキャラ聞いてもらっていいですか。はい、
はい、じゃあ次の試合が涼次対ユッキーでお願いします。涼次対ユッキー、はい、ではじゃんけんお願いします。あ、じゃんけんしました。じゃあ席す、はい、じゃあ席に座ってください。スタートボタンまだ押さないください。キャラ聞きに行きます。はい、ではよろしくお願いします。涼次 S ホンダ対ユッキー XDJ。 さあ今日は XDJ の気分のようなユッキーさん、まだ今日ホークを見ませんね。さあこの組み合わせ、さあ龍、今日はなんか龍とホンダと DJ しかいない、今のところそんな感じです。炸裂、さあスラの終わり際のこの大金太刀体型体育、渋いジャックナイフでしっかり落とす。さあそしてめくりにはいかないで、そのまま距離を維持しつつ、さあこのまましっかり距離を維持して、さあ遠くから飛び道具を打たれているだけで非常につらいホンダ。さあ近寄ってしまえばさすがにホンダですが、さあこの近寄るまでがかなり至難の技。金太刀大 P 炸裂張りて相打ち、歩いてガード歩いてガードと、さあさあ俵投げからのこれはめくりを狙いに行く、しかし着地に確定が取れなかった。これで取り返した涼次ホンダ。さあ S ホンダをここまでしっかり使いこなす。先ほどは龍を倒して、おお俵投げスライディングすった、そして無敵技警戒からのフライングスモープレスから、そうです、あれフライングスモープレスですよね確か。百裂張り手で嫌がらせをして、最後は着地じっとしたところを俵投げと。さあこれ今日涼次ホンダもしかして優勝ある、優勝がある。さあここで勝てると優勝リーチです。さあこれはどうなるか、まずは涼次ホンダが1試合選手。さあこの大会自体多分本当に今日短くなりそうな雰囲気はあるんですが、内容が濃い。さあしかしこの試合をもう1試合取らないと優勝への道が見えない。相打ち、まずはユッキーホンダが一本選手、近寄れればなんですが、さあこの近寄るまでが非常にきつい。相打ちからのフライングスモープレス、しかし投げている、最速で投げていた DJ、 頭突きジャンプ中継からずらして立ちたい P、 歩いてソバットカーニバル4発全部ガード。さあちょっと歩く、さあしかしエアスラッシャー被弾から残り1発圏内、最後はジャンプ台系上り取り返したユッキー XDJ。 これでユッキーさんもリーチ。さあそしてキャラ変更は一応ありのルールなんですが、誰もキャラ変更しません。今日のルールは一体と、これ前もありましたね F1 大会、一応ね、あの前は3先に やったとかですけど、誰もキャラ変更しない。さあ上からかぶせて俵投げからの頭突き、ジャンプショッピーで返すエアスラッシャー、今日弱中強で打ち分けられると非常にきつい。そして4発ガードで反撃なし、ジャンプ中継が強い。ホンダのジャンプ台系が地味に確か変わるんですよね。100回落とし、しかし目の前落ち、お尻の部分をガードさせたかったがここはかなわず。さあ涼次ホンダではなくユッキー DJ がリーチ、ジャンプ台系の判定が強い、先端ほとんど強い、投げているすらは確定せず、100回落としからのフライングスモープレス、しかし振り向いている、しっかり振り向いてジャックナイフを出している、ジャンプショーピーで潰れる、やり込み炸裂、エアスラッシャー、ジャンプ中継炸裂、涼次ホンダが取り返して、さあフルセットマッチポイント、エアスラッシャー対空に使っていく。さあ X は球が強い、この球を対空に使うというね、この文化
他のゲームだとなかなかちょっと見られないですが、 X だとこれは日常茶飯事。さあ投げているのは DJ、 スラが当たって、さあ非常に厳しい展開、スラが当たる、ざーっとスラが当たって、最後はしっかり完封と、勝ったのはユッキー XDJ、 2-1 で勝利。この時点で誰が優勝するか分かんないですで、一応得失点差はつけてるんですけれども、皆さん特にこれ私言ってなかったんですけど、光の速さで終わっちゃうんで、つけてこのまま2勝1敗が必ず、この状態って今2勝1敗が2人出るんですよ。そこで得失点差ってなんか寒いんじゃないですか。なので2勝1敗同士で最後優勝決定戦の流れにしましょう。今日はそうしないと非常に寒い流れで終わっちゃうんで、じゃあそれでいきましょう。はい、では、試合順どっちでもいいんですが、さあどっちからやりましょうね。ユッキーさんと私先にやって、最後仙台場所で決めますか。じゃあ、はい、じゃあユッキーさんと私やりましょう。はい、じゃあちょっとお待ちください。キャラ申告は済んだということで、島津屋さんがヤンピーで、ゆきさんが 2P、 リュウとリュウでキャラ誰もやっぱり変えない。さあキャラ替えありのウーは今のところ全く生きていないが、それはそれでよしということで、このゆきさん DJ も大会ですかの初めてのような気がするので、島津屋リュウ対ゆき DJ というのも初めての組み合わせかもしれないですね。まあ、今のところはユッキー DJ が有利に進めているけれども、まだわからないですね。真空もそろそろ溜まりそうだ。しかし体力の余裕がなくなってきた。飛んできたところに待ってましたとばかり大昇龍で、ここは投げ、まあ、しょうがないですね。こっからさあちゃんと読んでいた、スパコン読んだところにがっつり真空を当ててひっくり返す。島津屋龍が1本目、さあ2本目、飛びが刺さる。そして着地にちゃんと勝利を入れている。今度は島津龍が有利に進めている。対空波動ですね、この距離は波動で対空できる。今度は飛びが通るが安かった、次も安い。さあ真空溜まったので変に球は打てない。これめくり目にはならないですね、ちょっと遠かった。今度は起き上がりにスパコン、島津屋さんもなんか仕込んでるような気がしたんだけれども、ノーガードになっていた。今度はスパコン返しでしたね。3ラウンド目、なかなかいい勝負ですね。またしても対空波動、今度は中ゴスから、今度の飛びはバレていた。3発目はスカルがめくりからガンガン攻めていく。遠距離の球の打ち合いで、もう足払いのスカリにはお釣り合い入らない。スパコンは溜まってないので、今度は真空で返せなかったですね。端に追い詰めるがファイヤーハードで飛んで足払いで、さあまた真空が溜まってるから変に打てない。波動で追い返して、おお飛びが甘かった。投げる、投げるだろうなと思ってました。まあ、コパン何発で投げに行くかっていう世界でしたね。しっかり最後は投げで締めて、ユッキー DJ がまず1戦目を取りました。さあここで島津屋さんもキャラ変えず、色も変えず、またしても龍、飛びが刺さる、投げて受け身はない。またしてもワン飛びがミスった。めくりからまた投げに行く、これさっきの終わりと同じ展開ですね。でここは相打ち、相打ちだけでも体力的にはユッキー DJ が大幅リード。この遠目の飛びはしっかり返されてしまいますね。ここの距離の飛びは真空で返されて、真空勝利で返され、
真空止まる。ここは対空になりますね。あの遠いところからの DJ の飛びは龍が波動を出していれば手に当たるんでしょうけれども、出していないとちょうど対空の波動の餌食になってしまうというところでしょうかね。さあスラで近づいていって、ここは投げる。おお、飛びの手がかりにな。これではファイヤー、まあ安いです。対空のスラが機能して、今度はおお連続技ではなくて裏をかいて投げにいった。ここでユッキー DJ がリーチですね。3ラウンド目、飛び道具は総裁飛び、ここはまあ打ちようがないですね。そして今度はアントビ成功で投げると、飛びは通る。体力はいい勝負ですが、あー昇竜が待っていた。端に追い込まれるとなかなか DJ もきつい。ここで昇竜決まって真空は削り OK。 そしてまたしてもこれスパコンは読んでましたね。ということで島津屋龍がワンセットを取り返して、これで 1-1 の五分ですね。3セット目、やはりユッキーさん今日キャラ変える気なさそうですね。色だけ変わった DJ。 この竜巻はちょうどジャックナイフの裏に当たるってやつですね。またしても対空波動、端に追い込まれて鳥かご状態、ちょっときつそうかな DJ。 あー飛びも取れなかった。なんとか鳥かごは脱出したけれども体力は半分以上持っていかれたので、おお上り残機、今度は真空取らなくてなぜか大パン2発当たる。しかしこれ結構痛いですね、ワンボタン一つで痛い。再度端に追い込まれて、やってないと言ったが投げる。今の投げ結構強気でしたね。始末や昇竜とか食らいそうな距離でしたけれども、ここで再度リーチ。飛びの打ち合いは今のところ DJ が有利。アントビはから中ボス、おお、ここの距離は近すぎてスラが入らない。今度はスラが入る距離だった。はい投げる。今 DJ なんかしようとしたけれど逆に投げられてしまいましたね。飛びが通ってあと一発圏内。しかし真空もあるので、あるんだよね。これでお互いリーチ、これ勝った方が勝ちということになります。今度は飛び待っていたね、めくりに行きますね。しかし連続技が続かない。この連続技の精度はやはりやり込みの差なのか。飛びが通った、今度はちゃんと竜巻を見ている。なかなかこれ近いとスラ対空が入らないですね。大結構 OK、 いい勝負。おお今真空だったら死んでた。スラ来るだろうということで真空仕込んでいました。ギリギリの勝負でしたけれども、始末屋さんが辛くも勝利ということで、これでユッキーさんが 1-2 で始末屋さん 2-1 で確定ですね。次最後、最後はいつもの仙台場所、はい、じゃんけんぽい、じゃんけんぽい。はい、じゃあちょっとお待ちくださいね。これキャラ聞く意味あるんでしょうかね。ちょっと一応聞きに行きます。一応ね聞きに行きます。あの正直デキレースだって分かってんすけど。ここでベンダさんがダルシムとか言った瞬間俺えってなるんですよね。いや全然いいんですけど、はいではね、キャラを聞きに行きますんでよろしくお願いします。はい、ではリーグ戦最後の試合行ってみましょう。仙台場所、さあ今日も仙台場所がやってきました。りょうじさんキャラ間違いです。突然土俵の上に格闘家が入ってきました。これはダメですね。土俵の上に突然の格闘家の乱入が、キャラ編ミスです。キャラミスです。はいそうです。
キャラ編ミスっていうかキャラ使用キャラミスです。はい、突然の、土俵の上の、格闘家はご遠慮ください。土俵の上の格闘家さん、すいません、ご退場お願いしますということで、はい、まあ、ちょうどよかったですね。ちょうど DJ ステージが確定してるんで、はい、では、キャラ変更じゃないキャラ使用キャラはゆっくり決めてください。よろしくお願いします。はい、では仙台場所行ってみましょう。土俵の上ではないですけどジャマイカで仙台場所行ってみよう。さあ開幕、まず仙台場所まず仙台場所、張り手張り手、頭突きが相打ち。さあ相手の体力が消し飛ぶまでゆっくりと発揮を残った、残った、相打ち相打ちが続く、いい勝負相打ちしかない。ダブル KO か何このいい勝負まずは様子見のダブル KO。 さあ熱い、これが仙台場所。頭突き入って、さあ一応ベンダさんが親方的な立場らしいですけれども、細かいところは分かりません。さあ領事ホンダバージョンというか、ちょっと鬼無双を習得していない。さあ頭突きはしっかり弱で出す。ここで親方、親方のベンダホンダがこれで一本選手。さあ開幕のダブル KO が非常に記憶に新しい、いきなりのいい勝負。さあ相頭突きが入ってフライングスモープレスで頭突きをめり込まして、頭突きをもう一回。さあ久々に聞けるのかファイナルラウンドという声が、頭突き。さあ張り手で止めるが体力差はあまり変わっていない。これは領事さんは攻めないで、さあ体力差を縦に、あっとここで大頭突き、これは痛い。はい頭突き、さあこれ聞けそうですね、ファイナルラウンドというめったに聞けないボイスが、はい、ではファイナルラウンドのボイスをどうぞ。あんまり大会中は聞けません。さあファイナルラウンド、さあ緊張感あふれる。まず頭突き、おお百貫落としと頭突きが交錯して位置が変わる。さあ体力リードは わずかながらだが、ベンダホンダ百列百貫落として組む、百貫落として組む、フライングスモースプレスから百列で削る、いい勝負いい勝負いい勝負だが、ここでおーっと踏む、どうするんだ、百列百列、頭突き頭突き、相撲取りが空中を飛ぶ、高速で横に突っ込んでいったホンダ。まずはベンダホンダが一勝。内容が濃すぎて、細かい内容まで僕が言えないのがちょっとね申し訳ないですが、まず仙台場所はベンダホンダが一本選手。頭突き頭突き頭突き、相打ち、単発の火力だと確か若干ですけど、そんなのが確か火力は確かあったはずです。さあここからフライングスモープレスはしっかり百貫落として抜ける、百列張り手2、3、3発入って体力ドット。さあもうこれ削りもダメな体力、慎重に立ち回るベンダホンダ。さあ領事ホンダはなかなかいかないぞ、時間を使ってこういうことを待っていた、最後には飛んでくるんでしょうと。さあ領事ホンダが一本選手、時間をうまく使いましたね今。百貫落とし、さあ無敵が切れた瞬間、今度は無敵で抜けてフライングスモープレスから百列張り手、しかし一発止めだったか相打ち、しかしピヨっているのは領事ホンダ。さあ相打ち張り手が一応出た、リカバリーの文字が出ていた。さあどうだ、百列頭突き、曲げが当たった、ちょん曲げが当たった、領事ホンダが取り返して、さあ優勝決定戦、始末屋がいます、私と最後に優勝を争うのは誰か。さあ仙台場所千秋楽、もうはいレバー、はい、どんな感じで下ガードが入っていないと、あちょっといいですか、じゃあはい、じゃあちょっとお待ちください。
はい、では、水入り入りましたけど競技の結果異常なしということで一応ね入りましたんで、じゃあ千秋楽引き続きやっていきましょう。さあ領事ホンダ対ベンダホンダ、千秋楽、千秋楽の上にもう一個あります。さあ見ていきましょう。着立、頭突き、相打ち、さあしっかり着頭突きの体育、百貨落とした相打ち、しっかり百貨落とし、頭突きと相打ち、体力差はベンダホンダ、ここで百立一発当てて頭突き裏に当たって、さあどうする、百立ガードしている、百立まずはベンダホンダが一本先取。千秋楽のこの対決、百貨落とし、しっかりここはおいしょですね、失礼、あピヨッタ3段しっかり決めて体力リード、百貨落とし、しかし体を見せてしまう、百列でここは無難に削る、百列、さあ相打ちでも終わってしまうか、最後は弱頭突き、勝ったのはベンダホンダということで、最後は土俵上で異種格闘技戦という流れになりました。はい、じゃあね、先ほど申し上げて、いました通り2勝1敗で、私とベンダさんが、抜けましたので、ここで優勝決定戦をやっていきたいと思います。優勝決定戦も2先となります。はい、ではどっち行きますか。はい、さあそしてサイレントの実況になります。実況ありません。涼子さんたまには喋りますか。1試合ぐらい適当ですよ。マジ適当ですよ。適当でいいです。はい、よろしくお願いします。はい、はい、じゃあ決勝戦です。とベンダさんの X ホンダと島津屋さんの X 竜。はい、よろしくお願いします。はい、ラウンド1、ベンダさんの波動拳をまず一発食らってファイヤー波動、あー大一丁は決まって、ここはピオーリ阻止と距離を取って、そして近づいていきますが、あーまずベンダさん一勝、あラウンド一つですね。はい、ラウンド2です。まず百列からですね、開幕は。はい、大昇龍でまずは距離を取って波動拳、ここからは龍ペースですが、そして徐々に追い込まれる、あー風で苦しい、あちょっと押し返した、あーしかし鬼無双体育、あーこれで、おーまだ終わってなかった、そして距離を取ってこのまま、あー削り殺されましたね。ワンチャンあったようななかったような。さあこれリーチですよね。さあベンダさん、ベンダさん1勝でリーチです。スマツヤさんが取り返せるか。はい、2戦目です。開幕はおとなしく、あどう、ああ昇竜が取り返す、波動で押し返して、しかし飛び込まれる、ファイヤー波動で押し返してアントビから昇竜ですが、ベンダさんは待っていた。さあ中間距離でまず真空を使わせて、でもファイヤーで、あーファイヤー踏んでしまった、これは島津屋さんペースですが、追い込む追い込む、あー相打ちでしたね。はい、ラウンド2です。開幕は
開幕は始末屋さんペースですが、対空ロケットや昇竜波動波動波動距離を取って、あ、対空が、あ、踏んでしまった。これは真空で終わりですね。さあ、お互いリーチ、お互いリーチ。誰もキャラを変えない。さあ、開幕、開幕は二人ともおとなしい。そしてすぐに追い込んで、連打さんペースか、おー、ツーヒット炸裂が決まって、あー、逃げたところに、あー、さあ、ベンダさんリーチです。さあ、ランド2の開幕は、おー、アッパーで距離を取って、あー、鳥かごになるか、鳥かごきつい、あー、足払い対空で鳥かごで垂直ジャンプで避けられるか、避けられない。このいやらしい波動の打ち方。ああ、大昇竜で、さあ、お互いリーチです。さあ、ラウンド3、ああ、開幕は島津屋さんが、そして確率で押し返すが、ああ、削って削って、もう体力5分、ああ、ファイヤー波動で押し返す、ファイヤー波動が強い。ああ、相模中パンで百裂を飛べる、あー、打ち OK か、百裂、あーこの弱百裂が。はい、優勝はベンナさんです。お疲れ様でした。はい、ということで11月と優勝ベンダさんです。おめでとうございます。はい、ということでね、この超寒い中のねご来店、本日誠にありがとうございます。はい、こんな感じで今日ね、まだ時間ありますんで、ゆっくり遊んでいってください。よろしくお願いします。以上もちまして、本日の11月とスーパーストリートファイター 2X 大会を終了とさせていただきます。皆さんご参加誠にありがとうございました。